ビクトル・バスネツオフによる魔法の絨毯の絵魔法の絨毯とは物語や童話に登場する架空の絨毯。空飛ぶ絨毯とも呼ばれ登場人物を目的地に速やかに輸送する便利な道具として使われることが多い。また遊園地にはこの魔法の絨毯に由来するマジックカーペットという絶叫マシンを設置しているところもある。この他 サンフランシスコ市営鉄道は1939年に高性能かつ低騒音という理由から魔法の絨毯を意味するマジックカーペットという名の路面電車を導入している。魔法の絨毯は古くは聖書から現代の文学作品まで多くの時代に登場する。西洋では千代人よ物語の人気によってこの魔法の絨毯も広く知られるようになった。 千代人よ物語で魔法の絨毯が登場するのは、ガラン版ンでは、アフマット王子と、妖精パリバヌー、マルドリュス版では、濡れんなハールビメと美しい魔女の物語である。古代イスラエルのソロモン王の魔法の絨毯は絹製で、緑色の生地に、金色の横糸が入っていたという記述がある。獣王六十マイルという巨大なものであり、王が絨毯に座ると風を捕まえて浮かび上がり、 ダマスカスで朝食をとった後にメディアで夕食をとることができたという。ソロモン王は風を見事に操り目的地に向かい、時には魔法の絨毯を一振りするだけで4万人もの人を死に至らしめた。また飛行中は鳥が絨毯の上空を飛び日差しからソロモン王を守ったという。ロシアの民話ではバーバヤーガという妖怪が主人公に行く先を知らせて転がるボールや、 足に代わるタオルといった魔法の道具と一緒にこの魔法の絨毯をイワンに渡すというストーリーがある。これらの道具は物語が進む上で主人公の大きな助けになっていることが多く、ロシアの画家ビクトル・バスネツオフはこれらのストーリーに影響を受けたと思われる魔法の絨毯の絵を残している。ありがとうございます。